ただいまに WBC 世界に人間をあなたの国最初の話10回戦を行います。赤コーナー WBC 世界に人間をあなたの国チャンピオン理想のボクシングは打たせずに倒す。この理想にどれだけ近づけるのか、チャンピオンの川島博史です。青コーナー WBC 世界ジュニアバンタム級9位、114パウンド1/2、インドネシア初の世界タイトル挑戦です。緊張はあまり感じられません。インドネシアのボーイ・アルアン。ジャッジメキシコ。さて今回のジャッジです。メキシコのホセ・メディーナ、ユーリー戦でも日本に来ております。世界戦は14回目。そしてアメリカのラリー・ハザード、こちらは前回川島 E 戦に続いてのジャッジということです。そしてもう一人アメリカのルディ・ジョーダン、世界戦は初めてと話しておりました。そしてレフェリーはフィリピンのカルロス・パディリャ。アリ・フレージャー戦をはじめアリ戦は半分以上さばいているということ。世界戦は89回というベテランです。まあ、米倉会長がバッティングの心配を昨日のルールミーティングでしたんですが、はい、自分に任せておいてくださいといった感じでね、パディリャレフェリーは言っておりました。頼りになりそうです。非常に川島選手落ち着いてるような感じがするんですけどもね。どうですか、大橋さん。そうですね、今ちょっと顔があって、川島がガッツポーズを取ったんですけど、まあ、過去の世界戦で今日は初めてですね。それだけ自信があるのか。レフェリーは採点に加わりません。採点はジャッジの3人です。両者分かれています。今ゴングが鳴りました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチが始まりました。チャンピオン川島博史、4度目の防衛戦です。さあ相手が未知の選手だけに、まず最初は偵察戦ということでしょうかね、沼さんね。やはりですね、挑戦者のアルアンですけどもね、足のスタンスがベタ足なんですよ、広いんですよ、ですからその分やはりファイターと見ていいと思いますよね。ですから自分からその積極的に攻撃はしていくと思いますよ、はい、ですからその川島としてはですね、いやその距離感ですね、特にその中間距離を持ちながら相手そのボクシング、どういうようなそのボクシングをするかを見極めながらその攻撃した方がいいと思いますよね、はい、アルアンが右から左を持っていきましたが、これは距離がありすぎました。なかなか謎めいてる選手だっていうので、ずっと右利きか左利きかっていうともね、そうですね、1ヶ月前に左利きだというのがね、川島陣営に分かったということで。となるとこれやはり大橋さん、川島選手はスパーリングの相手とかも非常にそこから、そうですね、途中からサウスポー用に練習変えたんですけど、るわけなんですね、でもまあ川島はもともとサウスポー、はい、右入りました、はい、サウスポー得意としてるんで、全くその点は問題ないと思いますね。まあ、今ですね、川島が右打ったですね、やはりそのこの右の使い方ですね、右の使い方によって今のは川島が離れようとしたところが、まあ、川島気を抜かないことですね、やはりその右の使い方ですね、それからその左の得意のそのカウンターですね、これがその相手の出花にもろに決まれば決まると思いますよ、いやね、川島選手の独特の打たれないっていうね、最大の防御を見せてほしいですよね。ここまではもうほとんどパンチをもらってないという感じですが、今日は本当打たせないで止まらないと、そういう感じですよね。それやはり止まらないで、やはりその動きながらね、相手をよく見るのは大事だと思います。まあなぜかというと、それほどそのアルアンは大足がないですからね。そうですか。まあ、来る前はねボクサーじゃないかという話だったんですが、来てみるとやっぱりファイターという感じですかね、野村さんね。ただアルアンもそうですけど、その右の打ち方は決して良くないんですけども、左を今打ったですね、あのパンチはですね、そこそこそのスピードも威力もありますよね、あのパンチは要注意だと思います、
それであの自分からロープに詰まって、はい、左アッパー左フックを思い切り合わせてくるんですよね。あ、なるほどね、うん、あのパンチはちょっと川島警戒しなきゃならない。はい、川島右を軽く入れました。おっと、また離れ際アッパーを放ちます。うーん、このあたりちょっと川島もカットきましたか。左を持っていきましたね。冷静なんだけどダメですね。そうですね、川島らしくないですよ、ね、はい、本当に冷静に冷静に試合を進めていく川島ですが、まあ、この第1ラウンド2回離れ際にアッパーをアルアンが持ってきました。このあたりでちょっとカットきましたか。第1ラウンドももう時間がなくなってきました。ただ川島もいつもよりもちょっと出足気味で、はいはい、ちょっと一発を狙ってる感じしますよね。そうですか、1ラウンドから倒そうという気持ちはあるんじゃないですか、ね、早い回早い回でという、はい、逆に裏目に出なければいいんですがどうでしょうか。第1ラウンドが終了しました。放送席、大橋さん、沼津さん、10対10イーブンでした。第1ラウンドが終了しましたが、大橋さん、はい、川島の動きどうですか。ちょっと力が入りすぎているという話ですが、ちょっと力みすぎですね、まあ、いつもの川島ならしくないというんですか、まあ、前回のリー戦、韓国の選手と戦った試合も少し硬さが見られて、はい、川島らしさが見れなかったので、今回もちょっとその、ね、感じが出てるんで、いつもの川島らしいスピードをディフェンスを生かした、はい、足を使ったボクシングやってもらいたいですね、はい。まあ、沼さん、一方のアルアンなんですが、はい、当たってはいないんですがかなりパンチも出してますね。硬さがそれほど感じられないんですか。感じられないですよね、まあ、あのパンチはラフでちょっと大ぶりなんですけどもね、ああいうのはそのパンチというのは意外と川島諸さん持ってますからね、注意しなきゃいけないですね。十分に気をつけなくてはいけない、はいはい。言うてもやっぱりランキングのね、はい、1位から10位までの選手とほとんど変わりはないんですよね。ですよね、お前さんね、で、まあ、こういった変則タイプな、はい、あのこう世界的な選手というのは川島初めて迎えるんですよね。あ、なるほどね。川島こうどう対処するか、はい、まあ、それも見どころですよね、まあ、これまでのブエのサラサールというのは技巧派で、この前のイもね、まあ、普通のオーソドックスな感じでした。パンチはありましたが、これだけ変則のボクサーと世界戦で戦うのは初めてということになります。大きな右でしたね。1回転しました。あれもね、空振りしたのがいいですけど、あれ当たったら怖いですね、やっぱり。くっつくと必ず、ね、頭を持ってきますから、はい、バッティングやはり注意しなきゃいけないですね。はい、右のボディです。この辺りのパンチ、川島の得意のところ、頭を持ってきますね。どうも川島やりにくいといった感じは見受けられます。でも今見せたボディブローはね、はい、あの公開練習でも見せてましたけど、そうですね、あれはもう本当に有効なパンチだと思います。あのボディっていうのは本当に効くんですよね。実際やってみて分かります。自分でやってみて初めて分かりましたね。足が止まってしまいますもんね。あれは打たれないと分からないですよね。分からないですよね。どうもバッティングの注意が与えられて、まあ、今両者にこう注意みたいな感じになりましたけれども、まあ先にね、アランがやはり持っていってますよね、さあ左から右です。細かいパンチ、そしてボディからです、ね、この辺りのコミュニケーションが出れば川島のものか。あーっと左、これはダメです、ダメです、ダメです。これは本当ラフですね。また入ったところ打ったんですけども、はい、減点もんですね、これは。分けたところで左を持っていきました。思わずパンチをもらって倒れてしまいました川島。いやいや、今のね、パンチヒヤッとしたですよね、はい、あれでもちょっと効いたんじゃないですかね、効いてますかね、ちょっと効いたかわかんないですよね。後半に影響しなければいいんですが、レフェリーが分けた後にアルアンがパンチを持ってきました。でもアルアン、ああいうことばっかりやってますね今日 ね、 1ラウンド2ラウンドと、まあ、まともにやったんじゃ川島に勝てないと思ってますよね。左、まあ、画面からボディ、そして左引くか。しかしアランも前に出てくる、頭を持ってきて前に出てきます。この辺りが川島やりにくそうです。やっぱり予想以上にやりにくそうですね。そんな感じですね、大熊さん、はい、特にね、チャンピオンサイドのセコンドも、そのアルアンの頭、バッティングに対してはね、非常に大きな声で今クレームをつけているような感じですね。そうですね、まあ、どうしても頭から入ってくると自分の打つタイミングが合わないんですよね、そうなっちゃいますから、はい、これは、はい、ボディからが引いたですね、引いたですね、左フック、顔面を捉えました、右フックですね、引いたのは、はい、右フック、川島が追っていきますが、ここで第2ラウンドの終了ゴングになりました。川島がちょっと相手を挑発しておりますが、ちょっとカット来ておりますか、珍しく怒ってますね、はい、終了しました。第2ラウンドは放送席の採点ではお二人とも10対9と川島が取っております。まあ、どうもアルアンとやりにくいといった感じの川島、うん、このパンチですね、ミニフックですね、これちょっとあの足に来たですね、はい、これですね、はい、そうですね、ボディから顔面に返しました。あっと、また押してくる、おっとっと、この辺り川島でも気は抜かないことですね、はい、気を抜いたところにパンチをもらうとね、本当に想像以上に効くんですよね、はい、パンチは構えてないところにね、来てしまうと
まあ、アルアンとしてはね、先方としてはいやそのボクシングするとやはり負けちゃいますから、どうしてもその、はい、右から右を持ってきました、ファイト、はい、インファイトを狙ってますからね、この辺り、川島はやはりその誘いに乗らないってことでしょうね。あと一発ジャブで当てといて、その後川島君の得意のコンビネーションを持っていってもらったら面白い展開見れるんじゃないですかね。そうですね、ちょっと川島君また離れジャブが、はい、ジャブが当たりにくいですよね。まあ、大橋さんもポイントで右をねどれだけうまく使えるかという話をされてましたけども、どうですかここまでご覧になって。ちょっと右のジャブはちょっとほとんど出てないですね。もういきなり右のボディ、右服打っていってるん で右のボディ打っていくところにアルアンの頭が当たっちゃってるんですね。まあ、川島としてはですね、右のジャブ右ストレート出せないですよ、はい、なぜかと言いますとアルアンがですね、その出すとき、いわゆる左のクロスですね、合わせてますから。あ、なるほど。ですから、はいはい、川島顎のあたりにパンチを入れます。最後のパンチ左顔面、はい、斜めに左ボディ左連打、連打川島連打いっていくか。第3ラウンド左左左ストレートが入った。効いてますよ、効いてます、右のパンチが入っています。さあ一気にいくか、第3ラウンド変わった川島、いける、左ですね、左ダウンです、ダウンです、ダウンです。まあ連打からですね、連打からですね、左が効いたんですね、左のパンチですよ、ショートの相当ダメージありますね。どうですか、でも川島らしくないというか。さあ一気ですね、はい、一気にかかした、連打打てる、決まりましたね、足引きましょう。さあ効いた効いた、ダウンです、ダウンです、やりました。さあレフリーが止めました、レフリーが止めました、川島やりました。いや見事な KO 防衛ですね、防衛です、4度目の防衛戦、見事な KO 防衛でした。大久保さん、これなら文句なしの KO ですよね、これなら川島君のちょっと地味なイメージが一気に派手な KO のイメージになりますよね。それも非常に早い第3ラウンドで一気に行きました。なんか今までとは一味違う川島博史を見せてくれたという感じがしましたね。素晴らしいね、この練習ブラザーだったですね。特にそのショートの左が良かったですよ。はい、いや僕は KO になっても終盤に KO になるんじゃないかなと思ったんですけどね、しかしあのショートの連打ってすごい勢いありますよね。なんかパンチが追い切れないといった感じで、もうどん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 パンチを繰り出して、ボイアルはもうおい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 っていう感じで落ちてしまいましたね。正式 KO タイムは、でもこれだけ喜んでいる川島というのも大橋さん、ね、初めて見ますね。あのチャンピオンになった時より喜んでますね。まあ、世界戦で初めてその KO 勝ちですから、嬉しいでしょうね、はい、本当に。正式 KO タイムが入ってきました。第3ラウンド1分57秒 TKO、 レフェリーが2回目のダウンの時に止めました。3ラウンド1分57秒、見事な川島博史 TKO 勝ちを収めております。まあ、アルアンは残念ながらいろんな手を尽くしてきたんですが及ばなかったという感じでした。リング上では現在表彰式が行われております。穂坂誠日本ボクシングコミッショナーから認定証が渡されようとしておりますが、もう腰にはすでにチャンピオンベルトが巻かれております。しかし川島選手また一段と強くなったという感じがしますよね、今日の試合見てると、まあ、第1ラウンド第2ラウンドこのアルワンのね、なんていうんですか、本当に変則なボクシングに戸惑ってるのかなという感じではなかったですね。それを逆になんとかやっつけてやろうという感じで、まあ、あの1ラウンド硬さはあったんですけどね、徐々にそのほぐれていき、2ラウンドですか、右服でダウンを当てたということで、かなりそのリラックスしてこれでいけるっていうような、ね、感じで、はい、3ラウンド出ていったんですよね。まあ、逆にそれが功を奏したということでしょうね。勝ちました川島には勝利者賞として日刊スポーツ新聞社テレビ朝日からそれぞれ盾とトロフィーが贈られたところでございますが、いやこれが1回目のダウンを奪った連打、本当に思い切り最後の一発はこの野郎といった感じで打っていきましたがね。川島選手珍しいですよね、ああいう風にこの野郎という感じで打っていくのっていうのはね。1994年5月4日川島にチャンスがやってきた。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチで同級3位の川島はチャンピオンのホセルイスブエノと対戦。そうですか、今も左が当たりました。川島は左を持っていきます。川島ボディ、そしてアッパー、右アッパー、右のショートアッパーを放ちました川島。お父さんも立ち上がって、あった、左が入った、ダウンです、ダウンで
自慢のディフェンス技術とスピードでブエノを翻弄し、11回には決定的とも思えるダウンを奪って世界初挑戦で見事チャンピオンの座を獲得した。やはりやりました、川島世界チャンピオンです。川島の技が世界を極めた瞬間だ。やっぱ子供の頃は辛かったですね。無理やりやらされてましたんで、ケツ叩かれながらもやめられなかったですよね。やっぱりやめたら家を出て行けって言われましたんで家にいるためにやってましたから最初。高校3年のインターハイでは元 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオンの鬼塚と準決勝で対戦。当時から人気実力ともにナンバーワンだった鬼塚にまるで付け入る隙を与えることなくワンサイド勝ち。さらに決勝では修正のライバル戸口も破り、高校ボクシングの頂点の座を手に入れた。結構ね、僕は下がれてましたからね。もう死に物狂いで練習しましたからね。誰が来ても負けないっていう自信はありましたけど、インターハイ優勝してプロになろうと思ったんですけど、どこのジムかっていうのはまだ決めてなかったんですけどね、会長のその一声で。そしてこの時、川島は現在の師となる米倉ジム会長米倉健二と出会うことになる。川島が選んだ米倉ジム会長米倉健二は過去4人の世界チャンピオンを育て上げた。インターハイでの川島の試合を見て、君ならすぐにでもチャンピオンになれる、この一言が川島の心を動かした。うまいな、高校生離れした選手だなっていうことを感じましたね。非常にテクニックのある選手だったです。それはやはり印象に残りました。いろんなところからね、誘いがあったみたいですけど、まあうちに選んでくれたんで非常に感謝してるし、またうちもですね、これは絶対に世界チャンピオンしないかんなと自分のね義務だと思ってましたから。デビュー戦はまさに衝撃的であった。1ラウンド開始わずか40秒で相手をマットに沈めた。青コーナーの青いトランクスは渡辺、そして白いトランクスは川島、いきなりダウンです。赤コーナーの川島のパンチが決まりました。その後3連続 KO 勝利を収める。最高ですよね。この世は俺のもの、俺だけのものであるみたいなね。また勝った時なんか最高ですよ。プロ4戦目となった第45回東日本新人王決勝戦、高校時代には勝っているピューマ戸口との対戦は川島が有利と見られていた。しかし6回、戸口の強い右の連打に川島はマットに沈んだ。プロ入り初の KO 負け、初めての挫折と屈辱を味わった。一瞬真っ白ですね。一瞬真っ白ですね。やっぱりこのボクシングにかけてましたんでね、やっぱちょっとがっくりきましたけど。右側が相模原米倉ジムの川島博士、右ロック。戸口に敗れ再起戦となったこの試合で、川島は的確なパンチをコンスタントに決め続け、左ストレートでダウンを奪い KO 勝ちを収めた。10カウント入りました。川島ロックアウト勝ち。その喜びもつかの間、再び川島にプロの洗礼が襲いかかる。7月に行われた A 級ボクサー賞金トーナメントで連合の川島光雄と対戦、1ラウンド KO 負けという屈辱を味わうことになる。そしてこの後、ボクサー川島にとって本当の試練が待っていた。1991年1月、フィリピンからの輸入ボクサーアラン田中との一戦。川島は優位に試合を進めていた。しかし1ラウンドに同じサウスポーの田中に放ったストレートが頭に当たった時に左拳を痛めてしまった。ダウンです。
だが川島は少しも表情を変えずに足を使って右一本でアランを翻弄。5ラウンド KO 勝ちを収めたものの、左手薬指の根元を骨折していたことが判明。ボクサーにとって致命的な怪我を負うことになる。強烈に痛かったですよ、当たった瞬間に。あれって思いましたね、一瞬。会いたいって思う。もう潰れた感じなんですよ、当たっただけで。もうぐちゃっと。しかも一度は完治したと言われた左拳を再びスパーリングで骨折。ライバルの鬼塚、戸口らが活躍していく中、川島は1年間リングの上から姿を消した。そんな川島を励まし続けたのがジムの先輩であり、同じく世界戦に挑み続けた大橋秀幸である。もうこれ以上下はないんだから、もうこれ以上落ちることないんだから、別に気楽にやれば、これから多分きっといいことあるし、でお前もともと才能あるんだから、頑張れば絶対また上に上がっていけるんだから、最後に笑えばいいんだよって感じでいつも話してます。だんだん変わってきましたね。やっぱりすごく変わったと思います。挫折と試練、それを乗り越えた時、川島の何かが変わった。幾度の挫折が川島を変えた。骨折からおよそ1年ぶりとなった92年2月、このブランクで日本ランクからも落ちてしまったが、元韓国ランカーキムを3回 KO に仕留めて幸先の良いスタートを切った。そしてその年の7月、日本ジュニアバンタム級タイトルマッチで小池と対戦、3対0の判定で破り王座獲得、見事復活した。何かが川島の中で変わり始めた。フックを使ってますから生きてますよ。さあ細かい連打、左から右です。いくダウンです。アルソード右ストレート、あ右ストレートフックですね。はい、右ストレートから、はい、あここでレフリーが止めました。ガッツをダメです。川島、日本ジュニアバンタム級のチャンピオン、2回目の防衛に成功しました。おっと右ストレートが伸びてきた。おっと、はい、今笛に巻いて出てきてですね、はい、さあ川島はちょっと来い来いといった感じ。やった、右が入ってダウンです。松村ゆっくりと倒れました。川島右ですね。そうですね。さあ第4ラウンド、こちらダウンを奪われた挑戦者の松村、ダメージはどうでしょうか。川島の右フックをカウンターに入りました。さあ川島一気にダッシュに行くっと、倒れた倒れた倒れ、川島ガッツポーズ。青コーナーからタオルが投げ入れられました。チャンピオンの川島大喜び。川島ボディ画面、もうダメだね。さあここでレフリーが止めました、止めました。川島やりました、見事大きな大きな山をうまくクリアしました。世界にまた一歩近づきました、川島ひろし。打ちのめされたエリートは、今までの勘だけに頼っていたボクシングから足を使いガードを覚えるボクシングへとスタイルを変えて成功した。やはり普通の人間だったら、ね、とっくにでも挫折してやめてると思うんで、それを乗り越えてきたっていうところがやはり川島の素晴らしいところだと思います。川島もね、この今の時珍しいぐらい挫折してますよね。でそれで本当ここまで本当這い上がってきましたから、本当まずはよくここまで来たなって言ってやりたいですね。日の丸を先頭に控室を出て、ゆっくりそして夢にまで見た世界戦。お父さんも立ち上がって、くしくもかつて骨折に悩まされた左拳での一撃、その一撃で川島は世界チャンピオンという夢にやっと到達した。頂点を目指して走り続けてきた男が頂点に立った。だがその時点から目に見えない世界チャンピオンの重圧、そして自らとの戦いが始まった。喜びもつかの間、川島ひろし初めての防衛戦が行われた。想像を絶するプレッシャーが川島を襲う。
初防衛戦です。やはりいつもの川島と比べてちょっとあの、はい、膝がちょっと硬いですね。膝ですか、あ、川島のいいパンチがありました。いいです。猛暑の中での戦いは予想通り消耗戦となった。初防衛のプレッシャー、そして3年半ぶりのサウスポー相手に序盤は苦戦。しかしスピードとパンチ力に勝るチャンピオン川島は徐々にペースをつかみ、終盤疲れの見えるサラサールを圧倒していく。残り時間がもうありません。最終ラウンド、ここで試合時間が終了です。お互いにガッツポーズを見せました。やりました、川島初防衛に成功です。できれば中盤から後半に自分のペースを持っていって、できれば後半にはフィニッシュしたいですね。早く終われば楽ですから、はい、その辺りもね、ジャッジの2度目の防衛戦、ね、相手は川島がチャンピオンベルトを奪ったホセルイス・ブエノ。研究し尽くしてきたブエノに川島は立ち上がり苦戦を強いられる。左のアッパーから右ですね。まあ、フェントグリで左アッパー突き上げてですね、上野が右の左を伸ばしますが距離があります。しかしチャンピオンは自慢のディフェンスでパンチをかわし、徐々にペースを掴んでいく。チャンピオンとチャレンジャーの立場を全く逆にしての、そして第7ラウンド、おっとっとっと、これは入りますか、左ですか、頭でした、あ、ダウンですね、ダウンを取りましたね、失礼しました。これで流れが川島に傾く。勝者赤コーナー川島、赤コーナーの川島やりました、防衛に成功です。再び上野を退け、2度目の防衛を成し遂げました。そして3度目の防衛戦、挑戦者は韓国のイ・スンクだが、10ラウンド川島チャンピオンになって初のダウンを喫する。川島よもやの KO 負けか、不穏な空気が会場に漂った。しかし残りの2ラウンド、圧倒的な手数で終了間際には猛攻を見せた。川島一度のダウンを奪われたまま勝負は判定へ。この瞬間、川島3度目の防衛となった。チャンピオン川島博史だが、決して自らの拳だけで掴んだ栄光ではなかった。陰で彼を支え続けた母、そして共に涙を分かち合い励まし、温かい声援を送り続けてきた恩師、そして先輩。今日4度目の防衛を果たしたチャンピオン川島、さまざまな期待と夢を背負い、彼は今日も走り続ける。